現在高校3年生18歳の世界のトレンド最先端片桐優の後ろタイヤ。さあお互いにうまくペダルを使っていくか、そのペダルとコンセプトは全く違うものに成長していった新潟が誇る2人のライダー。さあまずは片桐優、さあうまく少しバランスを崩した状態もフィックスしていく。さあペダルに足を乗せて、さあ対するはレッドブルアスリート早川キヨ。さあこちらは早川三兄弟の長男。さあペダルの圧力を使ったムーブ。さあお互いに、さあ面白い後ろタイヤの使い手。さあペダルクロスのペダリング。さあこの初手から攻めていく。さあ器用にとっては珍しいロングルーティン。さあここもうまくペダルの圧力を使ってバランスをキープしていく。クロスのレイトのピン。すごいですね。やばいですね。お互いに1本ずつが終わったところでもう1分30秒の時間が経過している。わー。さあしかしこの片桐優はハードトリックをつなぎ合わせるというとてつもない。さあダイレクトでペダルロンマー。さあアップサイドずっと無駄な時間とない。がっぷり四つに組み合った戦い、決勝戦らしい、間違いなく世界最高の戦い、ワールドチャンピオン同士。さあそんな1対1の対決となるこの決勝戦、ここさあ優にはない、キヨの、キヨはキヨで出していく。さあ残り時間は2分30秒、今ちょうど半分が終わったところ。さあ全くもってわからない2人、ここもペダルの圧力を使ってノーハンドラスト、そのまま長い長い技から。さあ日本が誇る、そしてこの新潟が生んだ全く異質な2人の天才。さあこの大阪4ホール戦なんでラスト2分。お互いに全くミスのない動きできましたね、ここまで。やばいですね、譲らないですね。さあ、本当にどちらが勝つかわからない、ここまでの展開。新潟早川、清谷、片桐優、絶対優。さあ、清谷優が勝ったというところで、さあ、さらにルーティン繋いでいく。1分30秒。さあ全く足をつかないパーフェクトライディング同士の戦い。さあ残念、さあ早川にミスが1つ、相手にターンが渡っていく。残り時間の計算上、さあ先手の片桐優、ラストターン、これ片桐、さあキヨがこれラストターンになるか、片桐にターンが回っていくか、そのあたりここですね、この後。ここでラストターン。
った、ほら見てた。体勢決まるというジャッジングになるんでしょうか。成功は何秒かな、うん、さあそのあたりはジャッジに任せていく。おーい、さあ車椅子レシピから技をつないでいく。そしていやいや白コーナーがキヨ。さあそれではジャッジ旗を上げていく。さあファイナルチャンピオンが決まっていきます。イエス。さあ行きますか。ファイナルジャッジです。3 2 1ジャッジ。あー手段残ししたかった。いや、とてつもないカロリーですよ。だって練習したんですよ。さあ行く。片桐優のラスト一本に皆さん一度大きな拍手を。さあ行こう。これやってもいい。さあラスト一本です。泣いても笑っても。はい。さあ優の一本。もちろんものすごいプレッシャーがかかっていく。さあどこまで攻めていこうか。さあ行くぞ。ユナイティングスタート。いやー、さあ狙っていく。わー、ここバイクフリップから来る。うわー、さあさあバイクフリップから、つないでいく、つないでいく。さあ耐えろ耐えろ。カタギリユー、すごいですね。さあお互いにこう
ランスを崩しながらひねり出したラスト1本ずつ、yeah. さあ先手片桐優が赤、はい、後手早川清が白、はい、さあそれではジャッジ委ねていきましょう。チャンピオンは一体どっち。さあファイナルのジャッジングいきましょう。3、2、1、ジャッジ。